R9 って僕エイクマで2013年だったかな、はい、発表の時も見させていただいて結構衝撃的だったなと。 BMW としてはこう初めてカスタムのシーナにアプローチする、はい、今までにないカテゴリーのバイクだったと思うんですけど、もう7年も経つんですね。そうですね。で今この目の前にあるのはちょうど2021年モデルの R90 になるんですけど、いくつかこう変わった点があるかと思うんですが、その辺ちょっと教えていただけますか。はい、今回のモデルからですね、あのヘッドライト、ウインカーなどがですね LED になっております。はい、特にヘッドライトに関しましてはコーナリングヘッドライトも装備しておりまして、バイクの番角に応じて照らす方向ですね、今までであればバイクが倒れた分照射面積が減っていた部分を補うように先を照らして、こうちょっと車体が曲がると暗くなるようなコーナーの先のところを少し明るくするような感じですね。そういった機能も含んでおります。またスロットル、こちらの方が電子制御のスロットルに変わっております。それに伴いましてモードの設定なども可能となっております。エンジンの出力の特性が変わるライディングモードが新たに装備されていると。今、いくつライディングモードついてるんでしょうか。今今回のこのモデルに関しては3種類装備しておりまして、レインとロードとダイナ、3つのモードが備わっております。じゃあちょっとその辺の特性はまた少し後でお話を伺うとして、じゃあその他には何かありますでしょうか。そうですね、電子制御としてはもう一つクルーズコントロールを新たに装備いたしました。こちらの方も従来他のモデルに備わっているようなクルーズコントロールと同じような仕様となっておりまして、任意の速度を設定1回していただくと、そこからはそのプラスマイナス何キロ何キロというふうな形で調整をいただける、そのような仕様になっております。じゃあそれを高速道路などで設定すると、いわゆるアクセル操作をしなくてもその速度をキープしてくれるという、いわゆるツーリングに便利な機能ということですね。この間ちょっと東京の街中を乗らせていただいたんですけども、その時にいろいろモードを試しました。この R90 に関してはダイナミックとロードとレインと、結構この3つで特性が違うなと思ってですね、最初僕ロードで乗り始めたんで、随分おとなしくというかジェントルマンになったなと思ったんですけど、ダイナミックに変えるとちょっと豹変しますね。はい、そうなんですよ。すごい元気なマシンにいきなり豹変すると言いますか、シリンダーの中の爆発感がもっとダイレクトになって強くなって、ネイキッドのこうゆったりと走れるフィーリングだったのが突然こうスポーツバイクに変わったみたいな感じがしたんですけど、個人的にはですねレインモードがすごい好きで、通常こうレインモードっていうとグリップの路面の状況が良くない時にですね、まあ突拍子もない動きをしないようにある程度出力を抑えた形になると思うんですけど、抑えた形でも非常にこうフラットツインの特性がよく出ててですね、それこそちょっと古いフラットツインのバイクに乗ってるみたいなフィーリングが感じられたんですけど、その辺もこう試してもらうと楽しいですよ ね。 そうですね、普段乗っている時もですね、まあ、レインモードのままの時とかも結構気づかずに楽しく乗っているっていうのも実際のところはありますんで、ぜひいろんなモードをですねお客様には楽しんでいただいて、それぞれの特徴などをですね、まあ、体感していただけたらなというふうには思っております。 R90 ってこう見た目がどうしてもこうクラシックな雰囲気があるので、こうクラシックバイク的な乗り物かなと思うと、実はこうスーパースポーツとまでは言わないですけども、非常にこうモダンなスポーツバイク的なフィーリングがあるように感じるんですけど、その辺今回サスペンションが良くなったことでさらにこうスポーツライディング、気持ちがこう高ぶった時のライディングの時にですね、非常にこう気持ちよさが増しているような気がしたんですけど、はい、前後サスペンションは見直してはいるんですけれども、特にリアサスペンションに関しましては見直しを行っておりまして、より動いて、乗り心地の良いサスペンションに仕上げております。じゃあ、前後のサスペンションのセッティングが変わっているということなんですね。実際に乗っていただいて、まあ、街中とか峠とかいろんなところ走っていただくと、クラシカル旧車感全然ないんですよね。そうですね、よく止まるブレーキがあって、よくサスペンションがあって、元気なエンジンがあって、それをしっかり受け止めるシャシーがちゃんとあって、どのシーンに持っていっても、まあ、楽しめるバイクになっているのかなというふうに感じております。あと R90 シリーズはスタンダードのこのモデルの他にいくつかバリエーションがあると思うんですが、21年モデルはどんなバリエーションが今あるんでしょうか。21年モデルに関しましてはこちらの R90 というモデルで、その他に、ピュアというモデルとアーバン GS、 それとスクランブラー、この4車種になります。こちらの R90 が
いわゆるフラッグシップのモデルというふうになっておりまして、この R90 というものがその存在している部分としては、あくまでもネイキッドのスーパースポーツといいますか、街中でも機敏に走れる、まあ、そういった車両というところでこのモデルが作られております。 R90 ピュアは、まあ、R90 シリーズへのまあエントリーモデルというふうに位置づけでこちらの方としてはご用意させていただいておりまして、まあ、足つき性が良かったりとか、サスペンションが滑らかに動くといいますか、お値段の方も抑えた価格帯になっております。なんか僕はこの R90 とはですね、かなりこうなんていうかよそ行きのバイクっぽくイメージで、ピュアの方がですね、僕個人的なイメージとしては非常にこうデイリーユースに使えたりとか、本当にこうラフな格好でもピュッと乗れたりする、そんなカジュアルなイメージかなというふうに思ってます。スクランブラーの方に関しましては、例えばまあ日本でいうと林道とかですね、そういったところに少しだけ入っていけるよと、まあ、そういったモデルで、まあ R90 を基本的にベースとして作っております。でその中でちょっとだけ林道にも行けるよ、まあ、こういったぐらいの作りになっておりまして、まあ、本格的なダートっていうところまではちょっとなかなか使っていただくのは難しいところにはなるんですが、大多数のお客様にはそういったモデルでも楽しんでいただけるんじゃないかなと。アーバン GS の方はですね、もともと BMW の中で GS というモデルが誕生した時、まあ、約40年ほど前になるんですが、当時の GS を R90 を用いて再現したというモデルになっております。でそのモデルをダートもちょっと走れますよっていう風な作りになっております。あれですよね、スクランブルに比べるとちょっとフェンダーが上についていたりとか、小さなカウルがついていたりとか、ダカールに参戦した時のマシンのデザインモチーフというふうに聞いてますけど。そうですね、そういった部分もこのデザインの中には含まれております。 GS シリーズにはですね、それぞれ40周年限定車という形で、日本の方へ導入させていただいているんですけれども、アーバン GS に関しましても40周年モデルというのをご用意させていただいております。40周年の限定モデルというのは、特別な外装、削り足のパーツをいろんな部分に採用しております。あれですね、ちょっと古い GS を知ってるオーナーの方には懐かしいカラーリングかもしれないですね。黒黄色のいわゆるバンブルビーという、ちょっと蜂のような黒と黄色のコントラストが非常に懐かしくもあり、ちょっとポップな存在でもあって、懐かしい昔を知っている方にとっては懐かしい車両で、それを知らなくてもなんか今見ても非常にこうポップな車両で、楽しいかなというふうに僕も個人的に感じています。